病院にあるポケモンの方めっちゃ好き、田中です。最近 ADHD じゃないか検査をしてたんですけど、君はアスペだよって診断された話をしていこうと思います。診断の内容とか費用の部分ですね。で、私は結構遅刻とか忘れ物が多くて、人と約束とかしてても待ち合わせ時間になってやっと家を出発したりとか、あと毎朝家の鍵とか社員証なくしてるとかで、あとは集中ができなくて、仕事で競合他社の調査とかするんですけど、なんかいつの間にか作業をそっちのけでネットサーフィン始めてしまっていて、で2時間ぐらい経ってたり、なんとなくこういう症状が発達障害とか ADHD っていうことはネットで目にはしてて、まあ、5年ぐらい前からそうかなって思ってたんですよ。薬とかで改善できるらしいんですけど、まあ、いざ診断しに行くとなるとめんどくさくて、で最近 YouTube を始めて、まあ動画にもできるかと思ってやっと重い腰を上げられたのが先月ですね。で、申し込みをするにも発達障害には結構厳しいポイントが多くて、まず診断してくれるところを探す、でそこに予約の電話をする、遅刻せずに診療時間にたどり着くっていう3ステップが必要なんですね。これ結構重いステップで、多くの発達障害者の方が、まあ、すでに診断を受ける前に脱落してるんじゃないかと思いますね。でも最初の診断してくれるところを探すっていうところは、まあここ3年ぐらいぼんやりとは検索してたんですけど、診断しますって明言してるところはあんま見つからなくてですね、僕はなんか精神科っていうワードで検索してたんですけど、心療内科ってとこでも診察してくれるみたいで、同じように病院が見つからないって方はどっちでも検索してみればいいかもしれないです。じゃあ次の予約の電話するですね。まあ電話って普通に怖いですよね。これも私1週間ぐらいかかっちゃいました。発達障害の診断をしたいですって言うんですけど、なんかいざ真面目に自分が障害じゃないかと人に打ち明けるのは意外と緊張しましたね。で、次診療時間にたどり着くっていうのは僕は達成できなくて、初回は30分ぐらい遅刻しちゃいましたね。で、診察は一応受けさせてもらったんですけど、次回はこういう40分前に来いっていう指示を受けちゃいましたね。これはまあ厳しさの中にむしろ温かみを感じますよね。で、診察に本格的に入ったんですけど、診断が出るまで結構通わされてしまって、結果的に1週間ごとに間隔を空けて4回通わされましたね。で、段階的にこうやってやっていくっていう説明を受けて、まあ、費用もこのくらいっていうのは言われたんで、まあ問題はないんですけど、診断内容がパソコンとかチェックシートみたいなので、すぐに結果出せるような気もするんで、歯医者さんでもないのになんでそんな通わされてんだろうっていうのは思いました。で、受けた診断っていうのはチェックシートと血液検査と脳機能テストカウンセリングですね。まずチェックシート、これ同じような質問が書かれた紙を何枚もチェックしてきました。これはネットで検索したら出てくるような診断メーカーみたいなのと質問内容はそんなに変わらないんですけど、フィードバックは結構詳しいですね。で、1回目の診断で受けたのが ADHD の検査と ASD アスペルガーの検査と、あと心理検査ってやつで、発達障害も3つぐらいあるらしいんで、どの傾向が強いかを見れるっていう感じでしたね。結果としては ADHD はボーダー上、不注意の症状が強いでしょう。自閉症スペクトラム ASD アスペルガー症候群は可能性があります。テグ検査心エネルギーは元気がないねって言われましたね。自分にも他人にも高い欲求はしない、他人を攻撃したり批判しない、こだわらない、他人にあまり関心はない、思いやりにかける、閉鎖的で対人関係に乏しい、感情抑制しすなら表現できない、物事を悲しめない、友人で他人に重心っていう結果でした。で、ここが、これはまだ一時検査みたいなので、ここからスクリーニングっていう、正確にどうなのか見ていくっていう検査が次の週くらいから始まっていきました。で、発達障害の診断ってほぼこういう自己申告でチェックシートを埋めてっていう形でやるみたいで、なんか普段の症状とかを直接見て診断してくれるとかじゃないんで、診断の基準もなんか曖昧な感じはしましたね。で、ADHD の方は二次検査内容は、で次に脳機能検査で、なんか玉がたくさん動いて、最初に赤かったのをどれか当てるみたいな検査と、あと3次検査でパソコンで図形とかキーワードを覚えたりしたり、なんかスペースキーを連打したりするみたいなのをやりました。正直このパソコンの試験の方が簡単すぎて、子供とかはできないかもしれないんですけど、なんか大人がやるには簡単すぎる感じがして、なんか普通に ADHD の人でもこれぐらいできるだろうって思っちゃったんで、あんまりこの検査も納得いってないところがありますね。で、
アスペルガーの本の二次元差は初心で受けたのをもう一回口頭で聞かれるみたいな感じで、その直後になんかもうアスペ確定だねみたいなことは言われました。ネットとかでお前アスペじゃんとか誹謗中傷って言われたことはあったんですけど、いざそうやって公式に言われるとなんか感慨深いものがありましたね。あと血液検査もしました。これは血液で発達障害が分かるとかっていうより、発達障害のせいで体の方に不調が出てないかとかを見るらしいですね。まあ、こっちは特に問題なしで私は元気でした。で、あとカウンセリング、初心だと普段の生活とか小さい頃どうだったとか勉強はできたかとかっていう話をしました。3週間目ぐらいに心のケアみたいなカウンセリングも入れられちゃったんですけど、別になんか私なんかで悩んで受診しに行ったっていうよりかは若干好奇心で行ってるところはあるんで、ちょっと話に困っちゃって次回はカウンセリングなしでいいですって言っちゃいました。で、最終的に診断書もらったのは ASD 自閉症スペクトラム障害ですね。対人関係の問題やコミュニケーション課題などについて課題がある。ADHD の方は合併もあるかもしれませんって言われるにとどまりました。最終的に診断までにかかった費用の方が、初診で8110円、2週目1450、3週目11270、4週目1210円で、合計で22040円ですね。で、これほとんど文章代っていう感じで、文章の方には保険が効かないんで10割負担になっちゃってるって感じですね。で、ADHD だとこうやって診断をもらうと薬を処方してもらえたりして劇的に生活が向上するとかあるみたいなんですけど、 ASD アスペルガーの方はそういうの特にないらしくて、自分で症状を認知して改善していくしかないみたいなことを言われたので、正直診断が出たからって何の変化もないっていう感じです。自分という人間が不良品であることにお墨付きをもらうのに2万円かかるっていう感じですね。で、なんとなくそのテストしたいとかだったらネットに転がってる診断とかすれば十分かなって思っちゃいました。で、そもそもアスペルガーってなんだっていうことでちょっと調べてみました。で、 ADHD の症状は不注意多動性衝動性で、注意力を持続することができない、忘れ物が多い、じっとしていることができない、何かを思いついたら考えずに行動に移してしまう。次にアスペルガーの症状の方は大きく分けて2つで、コミュニケーションの問題と限定された物事への興味やこだわりですね。で、コミュニケーションの方は会話能力が表面上は問題なくできるが、会話の裏側や語感を読むことが苦手、限定された興味があるものや好きなことに対しては何時間でも集中して作業する。まあ、この何時間でも集中っていうのが ADHD だとできないのかなっていう感じですね。で、感覚過敏もあって、まあ、私は学校の教室とか職場とかで誰かがざわざわ喋ってると結構苦痛を感じるんで、聴覚過敏みたいなのはあるかもしれないですね。あとアスペルガーの人は部屋を整理できないとかもあるみたいですね。まあ、僕も部屋が全然整理できなくて今こんな感じなんで、確かにアスペっぽいところはあるかもしれないです。まあ、ADHD の衝動性とか多動性っていうのは、僕は学校のテストとかだとずっと注意してようと思えば注意できたっていう感じだったんで、まあ、完全に頭るのは確かにアスペルガーだなっていう感じはしましたね。で、まあ、世間的に、ね、遅刻とか忘れ物とかが多くて、私若干 ADHD なんですよとか自称してる人も多いと思うんですけど、今回受けたテストの感じだと診断受けに行ってもただの無能な健常者だったっていう場合は結構多いかもって思っちゃいました。でも、なんか個人的に課題意識があったのは不注意とか仕事に集中できないっていう部分で、コミュ障の方は自分の性格的なものぐらいにしか思ってなかったんで、そちらの方をなんか仰々しく障害とか認定されるのはなんか意外な感じがしました。で、私も ADHD の方は診断書が出なかったんで、今後遅刻とか忘れ物とかあるようだったら、あそこに関しては自分はただの無能な健常者なんだなっていうことを真摯に受け止めていければと思います。以上です。